はい、スルーネです。まあ今度がそうかな。あ、違いますね。下洗いですね。なかなか似たような交差点ばかりなんでね。おお。まあ信号のね、まあ、左側がうっそうとした林みたくなってるんですけど、まあ、ここが高塚ですよ。今のクラクションは何なんでしょうね。もう前方の神社なんですね。そうだな、まあこういったまあ岸っていうかなんていうか、まあここ側溝がありますんで気をつけましょう、ね。はい、そちら方向のね、まあ、高塚の交差点をやってまいりました。まあこういった場所があるんですよ。まあこちらにね、まあ鳥居がありまして、まあ額には天満宮と書かれています。まあすごい場所ですね。まあ、向こう側にもね、まあ、ちょっと社ありそうなんですけど、まあ、どうやって行くんでしょうかね。ああ。あそこの手すり見えますか？まあ、一旦降りて、そこから、まあ、上がっていくんでしょうね。そしてね、こちらにはね、まあ山岳信仰でしょうね。まあ月山、まあ羽黒山、湯殿山供養と、まあ出羽三山ですね。ほうほう。まあ、ポツンと面白い感じですね。そしてね、こちらの祈壇の部分にはね、まあ、岩主の、まあ、お名前かな。まあ、ちょっとね、苔があって、まあ、岩の字が見えにくいんですけど、まあ、岩主、まあ、下っていう字と、まあ、新っていう字が、まあ、見えるんですけどね。まあ、あと隣はね、名前です。まあ、これもちょっと読みづらいんですけど、まあ、岡部、まあ、長部、まあ、そんな感じですかね。ね、出羽三山の、まあ、供養塔ね。これ、向かって右側のね、側面にね、まあ、記念名ございました。まあ、安永九斎ですね。まあ、果たしてこれ暗くて、きちんと映ってますかね。アン、エイ、キュウ。で、ここはね、まあ、実感と干支が入ってます。そして、まあ、サイ。まあ、こういった感じです。で、向かってね、まあ、左側の側面は、まあ、何でしょうね。まあ、こちらは、
月ですね。月日。11月、起床日。なんかね、ここにね、まあ、拙い、まあ、堀でね、11月って入ってるんですけど。まあ、これは、まあ、後年誰かがね、まあ、いたずらかな、みたいな。まあ、そんな気がしますよね。こういった場所です。はい。まあ、比較的大きめな、まあ、石碑、石宮です。まあ、鳥居があるんでね、まあ、天満宮でしょうね。まあ、ぐるっと回りますか。まあ、こういったところにもね、まあ、少し手が込んでますね。はい。目らしきものはちょっと見当たりませんね。はい、こちらが天満宮の石宮です。はい、天満宮のね、石宮がそちらにございます。まあ、そしてね、まあ、そちらの、まあ、階段を上がってまいりました。そしてこちらね、まあ、ブロックですね。まあ、ブロックで囲われた、まあ、社。どうやら琴平宮ですね。そしてね、面白いのがね、そちらの、読めますか？まあ、木のお札。奉祝不動明王護摩供養。まあ、そういった文字が読み取れるんですよ。まあ、こんぴら宮にね、まあ、不動明王。まあ、そういった取り合わせですね。はい。琴平宮でした。